え、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。 今日はですね、YouTube の視聴活用法っていうのをやっていきたいと思いますがまずはですね、えー、スピードの、えー、再生速度を変えれるんですよこれそのまま動きもゆっくりになって音もゆっくりになるのでめちゃくちゃ便利ですドラムはですねどうやって叩いてるのかなっていうのはもうテンポゆっくりから始めるのが一番いいですから、えー、ドラムに限らず楽器その他あと映画、ね、会話なんかもそうですよねスピードを変えれるゆっくりにできる早くできるめちゃくちゃ便利ですです、ね、再生リストこれですね、えー、僕、えー、今回ですね アンケートを取らせていただいてどんな動画が作ってほしいですかって言うともう過去に作ったものが本当に多かったんでえっ、ー、と過去のやつは再生リストにまとめてありますこれはね他の人の、えー、YouTube の、えー、こうチャンネルに行ってもそうですけど再生リストを活用するとその人の本当にこう ね、まとめてるところを順番に勉強していけますのでぜひ活用くださいね字幕の翻訳っていうのができるんですねこれ英語の動画だからこれはちょっと無理だと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですがこれ自動生成の字幕を翻訳するってことができるんですねで,できないページもあるんですけどこれできるページがあったらこれパソコンでは全然できますんでやっていただきたいなこれなんか iPhone は前できたんですけど今ちょっと僕やってみたらできなかったんですねはい再生リストはね iPhone もちゃんとできますのでスピ ののも全然変えれますすからねね任意の場所 url です、ね、これがですね非常に便利ですパソコンでしか今できないのかなもしかしたら iPhone ででもできるかもしれないですが、えー、パソコンちょっと中心になりますがこの辺の YouTube 活用できるともっともっと皆さんの、えー、場が広がっていくんではないかなということでやっていきたいと思いますそれでは始めていきましょう アンケートご協力ありがとうございました。え、YouTube 活用法だけ見たい方はもうちょっと後ろの方からね、見ていただければいいと思うんですが、私今回アンケート取ってこれを作ろうって思いましたんで、この辺やっていきたいと思いますが、集計の結果はですね、やってほしい曲、黒本の曲中心でっていう人が結構多かったのと、黒本に載ってる曲のまあリクエストが多かったですね。で、えっと、黒本の中の曲って著作権の関係上、海外の曲でちょっと難しくてですね、だからこう音源なしで説明になるんですけど、ちょっと徐々にやっていきたいと思いますね。 で音源の使える著作権が切れてるものは音源なんかも作りつつやっていきたいなと思ってます。 あと、プロドラマーの対談いいですね。大阪さんに、あの、脱身したらもうやりたいって言ってくれてるんで、まあ、広瀬さんあたりとかも、もしよかったらやりたいなと思ってます。えー、ドラマーですね。これ面白いですね。えー、っと、こう、この時代の人のドラムみたいなんで解析していくという。とこれちょっとやっていきたいなと思います。コードの分析、うん、祭り囃子の分析、この辺ちょっと面白そうなんでやろうかなと思うんですけど、コードの分析はですね、僕も多少わかりますけど、それは多分、えー、ピアノ子孫とかに聞く方が早いですね。はい、ぜひそこら ら辺はピアニストと見つけていただければまあいずれなんかこうあのちょっとやるかもしれないですけど、はい、これはちょっとあの先延ばしになっちゃうかも全体の組み立てですねこの音楽をどうやって組み立てていくかっていうのはねこれは僕も前か,前からちょっとこう叩いてみたでやってるんですけど、まあ、組み立て方の動画も作ってみてもいいかなあとダイジェストとかもね作ろうかなとシンコペーションブックこれもですね過去にかなりあるんですけどまだまだありますからこれちょっとずつやっていきますね でチューニング、音色の変化、リズムの分類、これはですね、これちょっと有料教材の方で作ってしまってて、買っていただいてる方には、え申、ー、し訳ないんで、これはどうしてもちょっと無料では出せないところなんですね。で、リズムの分類と音色の変化とチューニングに関しては、かなり突っ込んで作ったやつが有料でありまして、これはあの、 随時売ってないので、えー、っと、僕がたまにメルマガで募集してるやつで、そこで買っていただかなきゃいけないやつなので、それは申し訳ないんですけど、またメルマガの方を見ていてくださったらいいかなと思います。あと機材紹介の方ですね。僕ね、ドラムの機材ってあんまり自分のこう、あんまりこう選ばなくて、こう、僕はあの今オールド使ってるんですけど、まあ、そのめちゃくちゃ気に入ってて、それでいかにこのこっちで、えー バランスを取るるかかってていう,ふうに考えてるんですからだからあんまり機材紹介っていうのは僕があのパソコンの機材とかですねカメラの機材とかねあとこう三木さんの機材とかその辺はね結構できるかもしれないですけどあんまりこうえみんな見てもらえんじゃないかな見てもらえないんじゃないかなみたいな感じでは考えています。 はい。すでにある動画、グリップとかですね。この辺後でちょっと説明しますけど、出てきます。ブラシとかね。あと、レードバックとか、CD の紹介とか、これ結構やってるんですね。まあ、あんま視聴率伸びなかったんでやめちゃってるんですけど、これは結構、まあ、流れ的には、やっぱり何から聞けばいいのっていうところではえ、ぜひこれ見ていただきたいので、あと、まあ、あの、ジャズ詞とかはかなり細かくまとめてるんで、それもあの、 再生リストっててやつにあるんでぜひ見ていただきアフロラテンとかパーカッションが入ってるやつとかはですねパーカッションが入ってる時ドラムってパターンでもうどうしようもないんですよだからあの、えー、熱帯ジャズ楽団の時ってもうほとんどえー ジンンさんっっってててチチチキキチキしかかややなないいじゃないですかもうラテンのパターンが全部やってるドラムなんかなくてもいいんじゃないか。でもドラムソロ要因ですよね、ほとんどね。なのでドラムってパーカッション入っちゃうと何もできないっていうのはもう仕方がないんですよね。だからもう、まあ、のパターンに困るって言うんですけど、これも全員困るんで、えー、仕方がないです。もうやってないパターンに行くか、もうどっかユニゾーンにするしかないですよね。初心者のための、えー、スティックの選び方など、これもやってますんで、えー、ぜひ見ていただければと思います。 それではですね、えっ、ー、と、実際の、えー、画面で、えー、紹介していきたいと思いますので、えー、見ていただこうかなと思います。はい、それでは YouTube の使いこなしのとこやっていきたいと思います。まず YouTube ってですね、まず僕のページから解説させていただきますけど、えー、たくさん皆さん、えー、こういう動画作ってくださいとか言っていただきましたけど、結構もう8割ぐらいはですね、僕作ってるんですね。なので、えっ、ー、と、ここの探し方なんですけど、再生リストっていうのがあるんですよ。 えと僕の、えー、とページに来ていただいて、この再生リストっていうところを押していただくとですね、えー、こ,のこの画面に行きます。そうするとこ、今日作っときましたけど、グリップ自体は僕も3つ作ってるんで、トラディショナルもマッチドも作ってるので、これ見ていただければ、とりあえず、いいかなまたもちろんきれいに作り直しますけれど、えー、ということですね。 で、楽曲解説とかもありますし、あとですね、実況中継もこちらの方にあります。ジャズ演奏実況中継は、あの、何考えてんのシリーズなので、13本入ってるので、えー、ここ全部見ていただけます。まあ、この間の大阪さんのやつとかですね、叩いてみたシリーズは10個ぐらいあるのと、まあ、シンコペーションブックの練習方法とかね、こういうのもまとめてあります。えっと、 まあ、ジャズの楽しみ方講座とかもあるし、これ歴史ですね。で、僕はあの CD の解説もね、結構やってたんですよ。で、それもね、えー、っと、おすすめジャズ CD だ。なかなか再生数が伸びなかったんでやめちゃったんですけど、あと、ブラシ、コンピングブラシングのやつも多かったですし、ラテン、ボサノバの解説してくださいっていうのも多かったですが、もう結構すでに かなりり作ってありますねなので、ここら辺を見ていただけると、とりあえず皆さん、あのお答えにはなるのかなと。でもちろん、また、えー、新しい視点でもペン作り直したりとかしますので、あとダイジェストも作っていこうと思いますので、でまずその再生リストっていうのをぜひご活用いただけこれ、他の人のね、動画に行ったときもですね、再生リストちゃんとまとめてある人のところに行くと、あこういう順番で見れば過去のやつが非常に探しやすい。類似のやつとか探しやすいですから、ぜひご活用ください。 次ですね次はですね、再生、えー、速度機能なんですけど、これ例えばスティングこれテッド、僕大好きですかね、ソロスク済みですけど、こう再生するでしょ。う このね、口の形も見ながらこうゆっくりに再生できたりとか、もちろん早くも2倍速までできますから。はい、これ、ものすごく便利ですので、これ,これねあの、スマホの方でも再生速度っていうのがありますので、これやっていただきたいというのとですね、あと、です、ね、めちゃくちゃ便利、字幕機能ですね。字幕機能ね、いきなりこの、えー、歯車マークでいってしまうとですね、 字幕は、あ、これはね、字幕がちゃんとついてるんですよ。これつけてある有名なやつだからね。で例えばこの間、えー、今日ちょっとパッと見つけたやつが、こうテッドのステファン・アレキサンダーのやつなんかは、これ字幕がですね、 えっと、一個しか付いてないんですね。で、一個もこれ自動生成ってやつなんですね。これはだから、えっ、ー、と、多分音声で英語を拾ってるだけなんで、かなり間違いも多いんだけど、だけど、こういうやつも全然見れるんですね。ただ、これだと英語だけじゃないですか。か困ったなという話になるんですが、こコツがあるんですよ。これ、字幕をオンにしてから、それから字幕を選ぶとですね、自動翻訳っていうのがあるんですよ。でそうすると自動翻訳でね、一番下ですけど、日本語があるんですね。 すごくないですか字幕の場所まで、ね、変えれるんですよ、実はね。これすごくないですかでなおかつですね、この字幕ちっちゃいなと思う,思うじゃないですか。そうすると字幕をやった時に、オプションをやってもらうとですね、このフォントの色を緑に変えたり、もちろんフォントサイズは変えれるんですよ。200ぐらいにするといいかなオプションで200にするとかなり大きいでしょ。こんな感じで大きくなります。ね。 なので、字幕の細かいところのウィンドウの色とか、字幕の透過度とか、まあ、よ、透明になるとかね、装飾とか、そういうのもあったりとかするんで、え、まあ、リセットをすると、まあ、普通の通常の状態になるんですけど、まあ、これだけでも、でも十分かなと思いますが、まあ、字幕をいろんな、いろんな字幕で選んだりとかですね。あと、画質はですね、やっぱりこう、 720ですけど、1080にしてもらうともうめちゃくちゃ綺麗、えー、ですね。144にするとかなり荒くなるけど、だけど、えー、と通信速度がね、遅い場合はあの止まったりしなくなるんで、そういう時はね、この画質を選んでもらうという。通常にすると720で選ばれるのかなっていうのが、えー、字幕っていうことですね。もう YouTube これぐらいね、使いこなすとかなり遊べるんで、えっと、海外のやつで自分なんか、こう、まあ、英語だから、まあ、無理だなと思った方はですね、この辺設定するとかなり、えっと、え、字幕出せるやつありますから、自動で字幕が出てるやつ。これ字幕禁止してるやつもあるんで、それはこれが出てこないんですけど、これが出てきたらかなり遊べますね。あと、人にこう、こういう、この動画いいよってなった時にですね、ここの部分がいいよっていうふうになった時に、これね、ここの画面のとこで右クリックしてもらうと、 そうすると、ま、ループ再生というのは、ここを全部ループ再生するんですが、現時点の動画の URL をコピーするんですね。なので、え、これをですね、送っていただくと、こういう457っていう状況のところを送るので、え、そうすると、え、ここから再生になる形なんですね。だから、こういうふうにしてあったとしても、ここにこうやって送ると、ほら、先ほどの場所にえ到達する。だから、ここから毎回見たいなと思ってたら、今のを自分でキープしとけば、かなりいいかなと思います。 なので、こういう機能もついてるんですね。YouTube 使いこなしってかなり大事なので、ぜひぜひやっていただきたいなと思いますので、えー、ご使用ください。はい。というわけでいかがだったでしょうかこんなすごい YouTube 機能ですね。使いこなさないと損ですよね。だから、えっ、ー、と、もうすでにあるものなので、それをちょっと使いこなす。パソコンがやっぱ使いやすいですね。でも iPhone とかでも結構できますんで、で iPhone とかで、まあ皆さん、 もうお前の顔はいいから字を大きくしろっていうちょっとコメントも前あってですね、ちょっとへこんなんですけど、えっと、まあ顔出しちょっとさせてくださいよ。まあ僕もね、皆さんとお話ししてるみたいな感じがいいから、えー、だからちょっと最近ちっちゃくしてるんですね。えー、でも文字は、あの iPhone って知ってます ?3 本指でタップすると Zoom 機能使えるんで、Zoom 機能使ってこう大きくしてもらうとかね、えー、そういったものを自分で使いこなせたらね、 えー、そういったところも別にあの僕がどうこうってことじゃないと思いますのでぜひそういうところも、えー、使いこなしていただきたいなと思いますというわけで、えー、本日は以上になります是非、えー、YouTube 使いこなしてくださいね今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください チャンネル登録の方もよろししくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討ください それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。